聖和源氏川内源氏海源氏海源氏は、海の国に土着した聖和源氏の川内源氏系一門で、源の義満を外する初家の内武田氏をはじめとする、海を発祥とする諸氏族の総称。同じ義満を外する佐竹氏や平賀氏とは同族である。また、武田氏と同祖となる鏡市流の小笠原氏系統は、早い時期に、隣国氏なのに移ったため、 シナの源氏にも含まれる。海、源氏の古称について、自称、樹英の乱記の資料には、一切見られず、海、源氏の一族を指す古称には、武田等などが用いられている。鎌倉時代には、東鏡をはじめ、帝王変年期、日蓮異文などにおいて、海、源氏の古称が用いられはじめ、軍記物語などにおいても品質する。 源の乗り清の屋敷跡と,とする伝承のある、山梨県中駒郡昭和町西条の乗り清神社、源氏と海の国との関係は、平安時代の長元三年の平忠恒の乱に、際して追悼しに任じられた、源の頼信が前年に、海守に任じられ、以来継承されていることに遡る。これは、前九年の役や、あと三年の役などを通じた、 源氏の東国進出の一環と位置づけられている。海、源氏の子祖と位置づけられているのは、河内源氏三代目の源義家の末弟である、源義満で、系図類によれば義満は、海守として入部したと言われ、山梨県には、北都市スタマ町若神子など、義満伝承が残されているが、否定的見解が強い。 義光の子の源の乗り清と乗り清の子の清光は、日立国中軍、武田郷に到着して、武田氏を称している。大事五年に清光の乱暴が原因で周辺の豪族たちと衝突し、最低の結果日立より追放され、海に入るされる。海の国では、駒軍市川僧を勢力基盤とし、乗り清,清、清光期には、古代漢木であった八ヶ岳山六の泉僧へ、 進出する。清光の子孫は、甲府盆地各地へ進出し、武田信義の頃には、武田氏を中心氏族に、有力な武士団を形成する。近年は、長官官門に見られる王宝二年の、八代想定敗事件に、甲斐、現時の存在が見られないことから、国画など甲斐で勢力を持っていた、在長官人である佐江草氏の勢力圏には、 及読んでいないことも指摘されている。海の国は、皇室領や石関家領が、数多く分布しており、海源寺は、荘園の領有関係を通じて、中央政界とも関係を保ち、上落もしている。平安末期に、皇室、石関家領の構想や中央政界の、主導権争いで起こった、方言元年の方言の乱や平時元年の平時の乱において、 義家系の源のため義、義友流は没落するが、甲斐、源氏の一族は、乱から距離を置いて、勢力を腐食し、自称、樹英の乱において、中央情勢に、積極的に関与する。持ち人王の領事が、東国各地に伝わると、武田信義、安田義定らが挙兵する。 自称4年8月には、安田義貞が、並下山で、石橋山の戦いに勝利した、大場勢力と戦い、9月には、武田信義らが、品の諏訪軍に攻め込んで影響下に置いた。その後、武田信義らは、八殿の戦いを経て、駿河に進出し、源の頼朝と提携した藤川の戦いで、平レモリらの平家軍に勝利した。 その後、武田信義は、駿河を、安田義貞は、遠東東海を実行支配し、源の頼朝や木曽義仲と並ぶ東国の武家統領の一角を占めるようになる。また、自称4年末に放棄した大見源氏とも連絡を取っていたことも、極葉に記載されている。安田義貞は、樹英2年に、源の義仲と共に入教し、14にした。 とうとう守るに助任されている。元略元年には、源の範頼、吉経の軍勢に、安田義貞、一条忠頼が加わり、合わずの戦いにおいて、吉中を滅亡させる。さらに同年に、一の谷の戦いでは義定、武田勇儀、板垣金のらが、兵士追悼に参加している。勇儀はさらに範頼の軍勢に属し最国へ、出陣している。一方、 この頃には頼朝による会、源氏の粛清が開始され、同年には一条忠頼が鎌倉において中殺されており、その頃鎌倉勢による会名の出兵がなされた。自称、樹影の乱の軍港により文家にも領地が与えられ、鏡炎光を外する南部氏や小笠原氏などの書流がやがて大名化、していった。会源氏着流は、 いつ氏と武田氏が争い、いつ氏が着流であった時期もあるが、当初から武田の勢力は強く、鎌倉、室町と海首号を保持することによって、武田氏が着流としての地位を確立する。武田氏から、板垣氏、あまりし始め多数の処刑を出した。その他、海源氏としては、安田氏、二宮氏、曽根氏、浅利氏、八代氏、名古氏、 鏡市流の秋山氏などがあり、初流となる鏡市流小笠原氏からは、友野氏、三吉氏、三村氏、大石市、長坂氏、小佐船氏などが出ている。南部氏の後園には、河西市や奥氏、仙道田氏などがある。同族である平賀氏の傍流からは、区家となった竹内家が出る。源の森吉六代の孫晋寺をとし、その子孫修寺は、小賀野家の初代部であったが、 足利将軍家と同じ姓は源氏であったため、室町幕府の失踪で同情に劣せられた。あずま上級期によれば、上級3年5月15日には、後鳥羽上皇が、北条義時追悼の院前を下し、甲斐、源氏の武田、小笠原領氏にも院前が届けられたという。上級の乱において、同月に、幕府側は御家人を参集させ経営向けて、 軍勢を発し、海、現時の武田信光、小笠原長清氏は、東三道大軍将を任命されており、東三道軍は主に海、信濃の武士で構成されている。上級の乱が平定されると、苦行のうち、全県中納言、藤原光親を信仰が預かり、源の夕宮日を長清氏が預かる。あ鏡によれば、光親は、同年7月12日に、 鎌倉へ連行される途中、駿河国社編において、鎌倉氏による命令を伝えられ、開花後坂峠で処刑された。一方、夕宮日は、海泉総古瀬において処刑されている。論功交渉においては、海、源氏の一族は、畿内、西国の守護職に部任され、海、源氏の西国進出のきっかけとなった。平安時代後期から、鎌倉時代にかけて、 海、源氏の一族は仏教に帰依し、本拠地に数々の神を創建した。特に、源氏の氏神である八幡神を誕生した、八幡信仰、八幡神の本事物とされた、阿弥陀信仰、平安後期の末法思想に伴う、浄土信仰は盛んで、海、源氏の棟梁である、武田信義は、本拠の武田豪に、武田八幡宮を創建したという。また、 武田八幡宮に近接する、岩城寺を再興したとされ、岩城寺には、本尊の阿弥陀三尊像が伝来しているほか、海吉満寺にも、同様の阿弥陀三尊像が伝来している。海東地域においては、安田義貞が創建したとされる、方向寺に、本尊の大日如来像のほか、愛禅明王像、不動明王像など密教に関する書物が残され、 特に愛禅明王,王座像は、異例の少ない、天弓愛禅像として知られる。鏡炎光の進出した、西里地域では、宝守寺に、大日如来及び四原三菩薩座像が、伝来しており、大正寺に伝来する、不動明王像は、遠光が、高倉天皇から歌手されたとする伝承を持つ。他、海、源寺の一族は、自衆や日蓮宗など、 鎌倉新仏教にも帰えし、自習では二世他川正則が会を修行している様子が、一編、小二二伝などに描かれ、正則に帰えした一条自身の弟一条宗信部が、一連寺を創建している。日連宗の回祖である日連は、立正暗黒論を表し、鎌倉幕府へ進言を行うが、文英八年に、鎌倉から佐渡島へ追放される。日連は、 文英11年に赦免され、鎌倉へ戻ると、同年5月に、南部高校の子息、ハキ実長に招かれハキー里へ居住し、公安5年まで同地で過ごしている。海の国には、日蓮時期筆の曼荼羅本尊などが伝来している。武術、礼法にも優れ、霊法氏は、武田氏の家臣に組み込まれ、ていったが、貝に従した霊氏は、武田信虎と対立して、流浪の末、 武蔵区に秩父軍に住んだ。子孫は、江戸時代後期に溝の口派一刀流の剣術を身に、つけて、買い、源氏の血筋にちなんで、高原一刀流を開いた。さらに、鎌倉以来、武田氏と並ぶ勢力を築いた小笠原氏は、室町幕府において、霊法の家柄として確立した。小笠原流霊法と休術を確立した。 くげの竹内氏の傍流のみまさかの竹内氏は、保守、腰のめぐるを編み出し、現存最古の柔術流派である竹内流を開いた。また、大東流愛機柔術の実質的な創始者で、近代最強の武術家とも称される竹田総閣も買い、現時の警符を称した。買い、現時の一族として、南北朝期に、道の国へ移住した南部氏やでは移住したアサリ氏、死祖、 武田信弘が、若狭武田氏の光栄を称する絵園の柿崎氏、土佐の高祖壁氏らの一族がいる。また、近世紀には、甲斐の国主となった柳沢氏が甲斐、氏、武田氏の光栄を称している。主要部のみ掲載。ありがとうございます。